こんにちは、ナマズエの松並凛子です。ナマズエのなにわれいです。シャキーン、シャキーン始まりました。ガスバライデン3本のイヤー。さあ、それでは今回実践させていただくホールさんは、アロー大和小泉店舎となっております。イエイ。前回はね、ちょっと不甲斐ない結果だったんですが、はい、今回は今回こそは頑張ろう。せめて1枚でも多く、うん、ね、クオカードプレゼントできるように頑張りたいんですが、まずルール説明、前回私が完璧だったルール説明を今回はレイちゃんがね、ほいほい、できるであろうということで、はい、任して、いけ、はい、あ、もうこのまま問題じゃない90分の一本勝負となっております。ガチ実践、それでですね、矢がですね、まず最初に1本ありまして、うん、1人勝つごとに1本、2人勝てば合計最大3本をゲットできます。うん、そして最後にですね、玉井数に応じてですね、アローチャレンジというね、クオカードをプレゼントできるマスが出るんですけども、こちらで止まっております。雨でヨレヨレです。はい、シワシワで、前回がですね、なんとこれだったので、うん、今回はせめて2人でちょっとでもプラスなるように頑張って謙虚に行こう。謙虚、そう、やっぱちょっとでかく出すぎたもんね、うん、さっきね、謙虚にここでバスンと謙虚で合ってる、それ使い。違う、ちょ、目標低くた感じで、あ、そう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 、そうね、だって3枚プラスでも1枚になれば、うん、これプラス1本絶対矢をゲットできるんで、うん、合計2本で言ってるんで、ここ目指しますね。りんちゃん完璧やん、やっと成長したで。ほんまやで、初回と大違い、の大違いや。さっきもな、朝な、褒められたもんな、うん、こんなスムーズいくと思わんかった。そうよ、ということで、両説の完璧なところでいきますか、はい、いつものやつやっちゃいますか、うん、OK 準備 OK? 考えてきた、オッケー、あ、いや、今覚えてた。ガスラガイデン3本の矢、クオカードゲットだぜ。トッケプレイ、あかん、似てる似てる、トッケプレイ行くのね、あ、トッケプレイ、それ、鼻垂れこぞ、鼻垂れこぞ鼻垂れこぞじゃないよ、鼻ぞ、なんだっけ、垂れぞや、垂れぞや、
旅の途中でもやっぱり麻雀を打っています。あれ何つでしょうか。打つのか打つが違います。赤まで行こう。赤までなんとか。Thank you.
赤文字じゃない。後悔するよ。あ、女の子。頑張れ。すごい。ジャンル、ゆうめでかわいい。青だ。青はね、マジ10ぐらいから。おお、なんかすごい。わけわかんないとこでやめちゃったみたいな。とりあえず一箱出てる隣に行きました。もし変更かかってなかったら天井も狙うかもよっていうね、感じで行こうか。じゃあちょっと気を取り直してシンデレラブレイド2行きたいと思います。めっちゃさっきのハーディスとかだったら発光がすごい。光がわお、ああ光がすごい。なんかスナイパイとあのなんだシンデレラブレイドツール、まだかシンデレラかブレイドも混じったようなね台ですよね。レベル0のバトル発展するのか。レベル1の8点っぽいんですけど、いけるかな。レベル1で周期抽選始まりました。発展先は、はい、弱い。ちょっとだけ赤文字でチャンスアップ。
思って今めっちゃごめんやけど、あのふてくされて打ってた今え、マジで当たっちゃった、なんかラッキーちょっとすいません、反応困りましたね。イエーイエー、ただこっか黄色、おー結構乗ったやんね、だいたい30ゲームぐらいやもん。あら、あ、これは嬉しいわ、うん、王子が、顔が、よしよし、お、結構調子いい感じ。おすごい、ステップアップ順調にしてる。よしよし、すごいドキドキしますね、ここレイラニャン頑張れ、レイラニャン行け、あーあー、あとちょっとやったのね、もうバカ、人数おー、あと2ポイント、いかんかな、あなるほど。
か無限ってことね、無限。あ、そういうことか。ごめんなさいね、初心者もんで。あ、目押しミスっちゃった。でも赤やんな、どうせ。すいません、ミスっちゃった。またいらっしゃい。少なー、少な、これが普通だからね、大体ね。さっきのがおかしかったもん。あー微妙。おー熱いね。3回怖かったか。もう何に無茶してんの。もうムカつくこれ、ほんまに。もう393枚か。せっかくの緑なのに。プロの皆さんは前方はゴールドリングを通ってます。親番は上がる得点が 1.5 倍になるチャンスです。これが背景あーくのこの曲はどうだ。
もうやめようかな。ハッチ外すのは痛いな。8ポイント外したのがあまりにもショックやったんで、守りに入りたいなと思います。残りあと40分、攻め、守ろう。絶対勝ちたいから。じゃあ良さそうな台持ってるんですよね。でもただ座ってる人が、どうしようかな。マリンちゃんめっちゃ出てますね。これにしようかな。打ったことないけどね。格変17連チャンしてるんですけど、え、すごい。これ攻めましょうか。もうとりあえず穴連チャンしてるから、理由 OK かな。大丈夫ですか。え、かなりね、すごい17連もしてる台なんですけども、まあちょっと打っていこうかなと思います。前回打った人楽しかったでしょうね。こんなに連チャンして続いてたらね、最高継続17連ってすごいじゃん。なんかほんまパチンコを打ってるみたい。あ、プッシュもせんねや。おお、え、何これ。今日ずっとこんなバカなんですけど、え、当たるの、あったんで。何なんなん、え、あ、もういい、レバー落ちちゃって。ラッキー。なにこれ、めっちゃ面白いんだけど、なにこれ。もうなんかスーパーラッキーが良かった。え、どこ狙ったらいいんやろ、チャンスの時は。ちょっとごめんなさいね、本当に分かんないや。何を出ればいい。え、ただのベル、冗談ベル。なんか来た。やだ、ベルしか揃わへんのかな。おお、書くへんちゃんこれ。え、違う、あ、こっから始まるんだ。あー、ラブリーちゃん、ラブリーちゃん、頑張るよ。あかんやん。終わり。え、かくへんなし。なんこの切ない感じよ。あ、こういうことね。なんかもっとすごい感じでね、パールフラッシュ鳴らしたかったけども、残念です。非常に悔しい。100枚ぽっきり。こういうこと。パールなくなっていってる。あ、5回転の ST 的な感じね。あ、せっかくね、当たったのでね、確変しなかったら何も出ない感じなんですね。これどこまで回した方がいいとかないです、別に。やめてもいいよ。あ、とりあえず当たったからよかったね。よいしょ。それでは2代目近江物語ウィズティアラ、残り時間が21分です。ちょっとマジで頑張らんといけんね。わー
あ、びっくりした。どうチャンスなの。あ、ぎじってるってことね。おー、ぎじにリーチ。リーチかー、魚よ。来い、じゃーん。あ、悲しいだろ。なんかパチンコの海物語をやっているとそのリーチの速さにちょっと言葉を失わんな。みたいな。え、そうなんみたいな。なんか当たる時もな、あけなく当たるわけよ。なんかパチンコのワクワク感みたいなのはないよね。まだない。ギジ4かな、チャンスだな、きっと。ギジ1、おい、いよいよ。ファルフラッシュ出したいよ、出したいけど、なんかパチンコで慣れてしまってる分速いリーチが。お、これ何番、ゲージ 2?3 か。おい、いいよいいよ、魚群。なあ、速いだろ、それが辛い。もっとなんかふっふっみたいな、通り過ぎるみたいなのがないわけよな。お、あだな、しかもタコ、やったぜ、ゲット。なに当たった。やだ。金魚も食ってやりたくなる。あー、めっちゃ、よし、今度も確変図柄で当てましょう。嘘、ダメだよ、それはあかんやろ。はやっ、はやっ。あ、ないのか。やばい、昇格チャレンジがないよ。終わったよ。終わっちゃった。どうすんの、この7分間。じゃあフライ行く。
よし、残りが6分30秒ワンピック。ジャグラーで目玉がなくなるという、1回でも光ってくれたら終わるんですけど、残り20秒で光りました。これビッグがいいね、ビッグお願いします。ただまんよ、ヒカルもフネックバーで時間になっちゃいましたので、これを消化し終わったら終了したいと思います。ビッグでしょ、今の流れは176枚、それはそうや。大丈夫ですか。とりあえずデータは合算がね、すこぶるよろしい。お、数値も言うたら6の数字ぶっちぎってますね。今合算がちょうどあのレギュラートリックは130で、あのレギュラーに関してはもう222なんで、かなりいい感じ。ただ私のこのジャグリングタイム中に弾けるかが鍵となってきてますね、これ。とりあえずあのニューアイブなんで、あの、あ、最悪テカリの光がね、かなり眩しいんですよね、この段。もうちょっとで500はまっちゃいますね。ジャグラの第一天井555まで、もうじき。あーまあや、あんまり嬉しくないぞこれは。でもまあ光っただけで531ゲームでレギュラーです。追加投資もなく持ち込みに光りました。しかもウサギベガは確かビッグの1/4、あ、ビッグだ、あのボーナスの1/4、あとは1/4はね、あと告知なんで若干薄いところ引きましたね。ここから爆発してくれへんかな、どうかな。でもね、すごい レギュラーの連チャンがすごい、レギュラー4連チャンくらいしてる。ちょっと嫌ね、この8から5の間までなったら。多分超えちゃった、連チャンなし。120か130ぐらいで当たってくれたらまだ希望は持てるんですけども、残り10分で全部メダル消えそう。また負け、つらつらいな、これはちょっと。せめてビッグ来てほしい。おー、よかった、嬉しい、ビッグでお願いします。よしよしよしよっしゃ、すごい、ラスト3分で勝負決まった。もうほんま今日一の笑顔、嬉しい。もうめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。これまたあれ途中でやめるパターン、194ゲームなんと追加投資ギリギリ免れました。残り3分間の奇跡、あのタイトルつけるならジャグラー、ニューライブジャグラー EX 残り3分間の奇跡でいきましょう。もう映画化なんてもいいレベルですから、これほんま、いやマジで嬉しい。あのテンション変わったからね、今急激に。これね、あの何、脳内の分泌液、ドーパミン大量にも放出したからマジで。10 9 8 7 6 5
だから、これ絶対来るから、ビッグ2回は来るわ。はい、387枚、余りが0枚。イエッ、お疲れ様です。ちょっとね、外がすごい大雨なんで、今日はエンディング店内の方で、したいと思います。はい、それでは銀ちゃん行ってみよう。行ってみよう、行ってみよう。投資がですね、はい、最初マージャンファイトクラブ好きすぎて、うんうん、打ちすぎて、時間をね、何にも気にせず打ち続けてたら、なかなかね、A タイプに行くタイミングを見失いまして、結果、はい、結果投資が950枚、体重が176枚。あ、ということでちょっとね、はい、遅かった。やっぱりね、A タイプで最後はサクッと行きたかったんだけど、気づくのが遅かったということでごめんなさい。仕方がない。そんな中、レイちゃんはね、結構サクッと気づいた方やから、すぐにアラーム1回行って、あ、ゴックね、行ってからで、デレブレ打って、最後にすぐにジャグラー移動しました。銀ちゃんのやり方を真似しました。うん、結果ね、投資が300枚の回収が387枚ということでプラスじゃん。はい、ということで矢が2本。そう、イエーイ。でも、またか、さあ、またおる。うわ、さ、枠がさ、ほら、映してよ。うわ、またね、これでも、2本あるから。そう、1本ずつか、1本くらいは当てよ。頑張ろう、頑張ろう。当たらんよ、こんなん当たらんと思うけど、頑張るから。頑張ります、やる気見せます。じゃあ、では、早速、行こう。アラチャレンジ行きたいと思います。レイちゃんにかかってるわ。もうあとは頑張る。次こそ絶対当てます。あ、危ない、失礼します。エア、惜しかったけど、やっぱりこの枠は難しい。申し訳ないです、本当に。でも来週もあるから、来週頑張る。来週にかけよう、絶対に。一名様には当てたいと思いますので、次週もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。やったー。ナイスです。